構新しい方だっぽいな。普通はあのピンクテープみたいなのが貼られるんですけど、まああそこにありますけどね。あそこよりも進んじゃったって感じですかね。最近白標が貼っております。いやー悩ましいな。沢沿いでね、すでにえのきは出てきてるんですけどね。はい、とりあえずさっきのですねトラップは越えたんですけど、その先も相当やばくてぬかるんでて、スタッドレスタイヤだとめっちゃやばそうなんで引き返してきました。でここはですね結構やっぱナメコが期待できるというか、もうこの周囲でナメコを去年かな見つけてはいるので、多分菌は存在はしてると思うんですけど、でここもすごいこんな感じの割と、まあ、堀は深いんですけどなだらかな経がすごい続いてまして、奥まで多分出会えると思うんですけど、ちょっとね危険なんでここはやめておきます。チャリも今日あるんですけどね、スタッドレス怖いっす、もう滑りまくり。別の林道ゲートに入った途端、発見、おしろいかな、結構いっぱいありますね。ちょっと今望遠レンズがついてるんですけど、うわすげえでけえ、おしろいですね。この時期はなんかすごいでかくなる気がします。うまいんでねこれね、去年は正体不明のまま食ってましたけど、おしろいですね。とりあえず残地、いやこれは珍しいな陥没してますね、これ初めてだな、マジでボコッと下がっちゃってますね。はあ、であれは何でしょうかね、何だろう、オフライン地図が切れちゃったんで一旦人里に戻りましてですね、全く別の河川を探し始めてるんですけど、なかなか厳しいですね。はい、また崩落が出てきましたので、ちょっと手前側のですねなんかえのきがありそうな広場が、氾濫源的な広場が出てきたので、ここをちょっと見てみたいと思います。もう昼飯時です。さあどうかな、ぱっと見入ってはいなかったんですけどね、ちょいちょい始めた。ロッキー、豆しかいないですね。ここ標高低いんですよね。まだまだなのかな、豆ばっかり。確かにちょっとあったかい気がするな、ここ。
両肩おすぎ。オッケン。いや、結構老金ですね。はい、それではですね、いつもの巡回コースに戻ってきました。エリア的にはいつもの場所なんですけど、ちょっとあんまり入ってないような紅葉樹林見つけたんで、行っていきましょう。いやー、なかなか北海道としてはレアですね。下草がほとんどありません。なんか沼が出てきよった。沼だからといって何もなく、キノコもまたなし。お、子牛菌だ。子牛菌でーす。チルと早。ほっこりタイムトライ。ほっこりしましょうか、皆さんで。ふほほほほほほ。なんかからしみたいな色してる。まだほっこりし足りないですよね。おかわり。ふほほ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 。まるで火薬でござる。また真っ白になった。アイカワタケみたいなやつが怒ってますね。ここはですね、夏来ても秋来ても何もないんでね、めったに来なくなってますけど、この晩中にサプライズでなんか出ないかなと、しめじがなんか出してほしいなと、その一心でやってまいっております。いやでもね、ふかふかで足に優しい森になってます。いやー、宿敵の笹が増えてきた。これは何かな。ふお、なんだこりゃ。なんですかねこれ。ホリタケ系かな。ちょっとわかんない。でっかい。この辺にもなんかありますね。何やら出てまいったが、こうしすぎんかな。お、ちょっと柔らかそう。お、なんだこれ。お、なにこれ。これさっきのやつじゃないですか。あ、でも硬えな。残念、硬質菌ですね。困っているので iPhone でライト照らしてあげましょうか。補助光どうかな。綺麗ですね。はい、本日初登場、ムキタケ。帽子みたいな硬質菌発見。
これなんですかね。これもキタケかな。結構大きいですね。乾いちゃってる。まだ15時前なのにこの黄昏っぷり。はい、林道を隔てて反対が来ましたけど異常はありません。何の異常もない。いや皆さん、油断したらやばいの出てきましたよ。びっくりしましたね。ちょうど昨日シャグマアミガサタケの乾燥品をステーキと一緒に食べてまして、シャグマそっくりの、まあ多分飛び色のぼり竜だと思うんですけど、木から入ってますんでね。でこれ広葉樹ですからびっくりです。この角度で見ると多少は飛びる登り竜の犬っぽい顔に見えなくもないですね。鼻が下に垂れ下がってるっていう。いやー、いいものに会えましたね。雨上がりましたけどめちゃくちゃ暗くなっちゃいましたね。なんか結構奥まで初めて来たらカラマツインが出てきた。お分かりいただけるであろうか。デカ虹が出てきます。今年最後のキノコ動画を飾るにふさわしい演出でございますな。ありがとうございます。